ナンバー、アイ、ヒラの仕様、ルイ・ヴィトン、20万円超パーカーとスノーマン、メグロハス、フェンジー、定価2倍1バイリング。超イケメン友人同士の、ハイブランド以上売れバトル。スノーマンのメグロレン、26、が身につけていたアイテムが爆売れしているという。メグロは10月24日、都内で行われた、東京ドラマーアワード2023に出席。 2022年10月クールに出演したドラマ、サイレント、フジテレビ系での演技が高く評価され、助演団優勝を受賞。桜総君という役と僕の気持ちは重なる部分がすごくありましたと演じた役について語った。その後、メグロはインスタグラムの生配信を約1時間行い、最大で約42番人が視聴。 その配信中にメグロが身につけていたアクセサリーが翌日から爆売れしたと11月7日発売の週刊女性シフ生活者が報じている。そのアクセサリーはイタリアのハイブランドフェンジーのリングとブレスレットで価格はそれぞれ4万5100円と9万7900円と高価なアイテム。にもかかわらずリングは完売。 ブレスレットも在庫わずかで入費困難に、配信の翌日からファンが店舗に詰めかけ、メグロくんがつけていたアクセサリーが欲しいと探し回っていたという、あまりにも問い合わせが殺到したためかそのリングの商品ページはすでに削除されてしまっています。彼がつけたリングはメルカリなどで倍の価格で転売されているほど、メグロさんは大のフェンジンスキーとして知られ、 12月8日発売のファッション誌、ハイスのバイエチ、デモフェンジーの最新アイテムを全身にまとっているといいます。スノーマン、特にメグロさんの人気と影響力は凄まじいものがありますが、そんなメグロさんに勝るとも劣らない影響力を誇るのが、ヌーヴバー・アイの平野市洋さん、26ですよね。ワイドショー関係者。 角二26万円、声バッグ20万円、パーカーが完売。平野は、9月28日発売のファッションシール、ジャパン L ジャポン、ハースト、夫人画放射の表紙に登場。特集では、平野にとって、憧れのブランド、だという、ルイ・ヴィトン、を着用したファッションポートレートと独占インタビューが9ページにわたって掲載された。 平野さんは雑誌発売に先駆け9月18日に自身のインスタに全身ビトンでコーディネートしたファッションを投稿。いずれも数十万円する高額なアイテムにもかかわらず、彼が着用したものは店頭で即日品切れ状態に。特に26万円のバッグと20万円のパーカーが全サイズ売り切れてしまったというのは本当に驚きですよね。 前でのワイドショー関係者、SNS には、表参道ライスルーテンにて3つセットのピアス買おうと思ったら全店売り切れだってさ、オンラインはまだあるらしいこれも平野仕様の経済効果なのか、平野仕様効果すごいな。みんなそんなスパスパ超えちゃうの私は初めてビトン買ったよ。 このピアスいいなと思ってそういえば友達ビトンで働いてるから聞いたらもう平野様効果でないですって言われた、小ファンの人みんなお金持ちすぎるショーといったコメントが寄せられた。平野さんは9月23日自身のインスタにダンサーで振付師のリンハタさん、33とのツーショットアップ。ニューヨーク発のライフスタイルブランド。 キースの T シャツと ATME ケリーハーキケリーのキャップを着用していました。キャップは10月10日からウェブ限定で受注販売されましたが、7370円でビトンよりも価格が手頃ということで申し込みが殺到。メグロさんもそうですが、平野さんが身につけたアイテムは爆売れするという平野使用効果がファンの間でも話題を呼んでいます。 前でのワイドショー関係者。四角目黒連平の仕様は自宅で星を見る中爆売れを生み出す目黒と平野はプライベートでも仲が良いことで知られているアーテイル。5月19日のミュージックステーションテレビ朝日系2時間 SP には平野神宮寺ゆ太た26、岸ゆ太た28が脱退する直前のキー n g o ブスとスノーマンが出演。 平野との関係について目黒は、おちゃんの主演舞台に出させてもらった時に、おちゃんの楽屋で布団敷いて一緒に寝てた。気づいたら仲良くなってた、と振り返り、平野も一個先輩なんですけど同い年、目ぐちゃん家に行って星を見たり、ロマンチックな過ごし方をしている、と明かすと、目黒もまた見ようね、と応じていた。 平野さんのインスタのフォロワー数は409万人。目黒さんも10月23日にインスタアカウントを開設したばかりなのに早くもフォロワー数は175万人超え、11月7日18時現在。二人の今後のさらなる活躍は間違いなく、人気は今まで以上に右肩上がりとなっていくでしょう。 来年以降、ヌームバー、アイ、そしてスノーマンが若い国民が多数いるインドネシアやフィリピンといった東南アジアに進出できれば、ヒラノさんとメグロさんの SNS のフォロワー数はとんでもない数字になるはずです。そして、今後の日本のスターになるであろうそんな二人が、友人同士だというのもファンは嬉しいでしょうね。全同。平野は旧ジャニーズ事務所を退除したものの、 プライベートでは、メグロとファッション談義に花を咲かせているのかも四角、かっこよくゴージャス、平野仕様、枠売れ続出の全身ビトンコーデのイケすぎモデルショット。エルジャパンの公式 YouTube チャンネルには、平野のフォトシューティングの様子を映した動画が公開されており、再生数は約163万回、11月6日現在、を達成し、未だに話題を呼んでいる。 記事の要点をまとめますと、スノーマンのメグロハスとナンバーアイの平野仕様は、ハイブランドのアイテムを身につけた際に爆発的な売れ行きを見せている。メグロハスはフェンジーのリングとブレスレットを身につけており、彼が身につけたアイテムは爆売れしている。彼はフェンジー好きとして知られており、最新のファッション誌でもフェンジーのアイテムを着用している。 平野の仕様はファッション誌、エルジャパンの表紙に登場し、ルイ・ヴィトンのアイテムを身につけていた。彼が身につけたバッグとパーカーは完売しており、彼の影響力が高いことが伺える。二人は親しい関係であり、プライベートでも交流がある。インスタグラムのフォロワー数も急速に増加しており、今後の活躍に期待が寄せられている。 平野の仕様のファッション誌での登場やインスタグラムでのフォトシューティングの様子は多くの注目を集めており、彼のファッションセンスとその影響力が強調されています。